はい、こんにちは、女装エアガンシューター星野美子です。今回も、ゴリエババーサさんでエアガンシューティングをしていくんですけども、この度、JTSA 主催の、公式記録会の、その記録会の会場として、このね、ゴリエババーサを、エントリーさせていただきました。主催は不詳私でございます、そんなんで平気なのかなってね、皆さん、ちょっとね思われるかもしれないんですけども、まあ、一応その簡単なテストを受けて、ね、JTSA に認められれば、まあ、記録会会場として、まあ、エントリーできるという形で、まあ、今回ねそういう形にさせていただきました。まあ、9月は優先 A の、まあ、獲得のための記録会なんですけど もうこれはもうちょっと間がなくて申し訳ないんですけども、今週と来週の都合2回、で、まあ、やるんですけども、優先 A の獲得のためには、記録会のそのね成績、全部の成績の中で、クラス10位以内であれば、優先 A を獲得できますよというやつなので、まあ、なかなかちょっとね、熾烈な戦いなんですけども、まあ私が参加しているね、コンシェルジュキャリーは、まあ、あまり競技人口、少ないので、まあ、普通にやっても、優先 A 獲得できるんです。ですので、まあ、私はいつもね優先獲得してるんですけども、で10月はまた優先 B といって、まあ、優先 A の、まあ、申し込みが終わり次第優先 B の、まあ、エントリーが開始になるんですけども、まあ、その優先 B というのは、記録会に参加さえすればでね、参加してちゃんと完走すれば、要は、途中で資格にならなければ、まあ、そういう資格が与えられますというものですので、もうそれはもう順位関係ないので、とにかく出れば出て、最後まで打ち切れれば、もう参加、予選 B の資格を与えましょうというものです。でそれも、10月にね取り行いますので、まあ、これを見て、ちょっと初めてリミテッドっていうのを参加してみたいなっていう方がおられましたら、まあ、ぜひ、参加していただけたらと思います。ちなみに、今優先 A 獲得のための、記録会参加者は、都合を私入れて4名です、ちょっとね、参加しますよっていう方はなかなかいなくて、ちょっと今寂しい思いをしているんですけども、まあ、できればこれを見てね、ああ来週あるんであれば参加しますっていう方がおられましたらよろしくお願いします。まあ、ツイッター等で、ちょっとねお知らせもしておりますので、よろしければお願いいたします。10月に関しましては、第2と第4の日曜日を、考えております。よろしくお願いします。はい、ということで早速ね、この練習をしていきたいと思います。はい、はい、第1ステージは、清流から始めます。こちらは、移動しながら打つステージになります。ちょっとメイクレディを兼ねて私が、やってみたいと思います。まず、表面の、マット2つこれを当てます。当てたら移動して最後のね、3つを当てる形になります。で、今左から右に移動してきたんですけども、今度は、このここのボックスから2枚を打って、こちらで3枚を打つという形になります。都合4回、試技をします。
移動中に気をつけていただきたいのは、このね、指トリガー、トリガーに指をかけた状態でこう移動しちゃうと、ペナルティが与えられてしまいます。でそしてそれともう一つ、このボックスの中で、打つんですけども、外してしまったまま次のボックスに移動してしまうと、それもペナルティの対象になります。当然移動中ボックスが出た状態で打つのもペナルティになりますのでご注意ください。で、ボックスの端に足がかかるのは OK です。ボックスの外に足がついているとアウトになります。ボックスの中に、ボックスの外に出てても、足が宙に浮いていれば OK だそうです。409391はい、3394はい、ラスト393でした。以上です。はい、次は、スザクになります。スザクは、左右のボックスから、打つステージになります。都合5回打つんですけども、どちらかで最低2回打たなきゃいけないという決まりになっています。これは移動するステージはありません。片側で5枚の的を打つというステージです。で、右利きの人は左のボックスから、左利きの人は右のボックスからスタートする決まりになっています。はい、では始めていきたいと思います。いきます。パス2.92はい、セカンド2.98移動します。はい、サード3.03はい、フォース3.35ちょっと左のボックスに、はい、ラスト2.93でした。以上です。はい、第3ステージは白虎です。こちらは、前に移動しながら打つステージになります。ちょっとメイクレディを、利用して私がちょっとねやってみたいと思います。まず2枚のワクタンを打ってから移動して前の3枚を打つという形になります。はい、じゃあ行きまーす。パス躊躇してしまった。3.72はい、手番3.37はい、サーブ何ということでしょう。4.02はい、ラスト
ラスト 3.4 でした。以上です。はい、第4ステージは、玄武になります。こちらはもう、センターからね、普通に打つ、まあ、一番、オーソドックスな、ステージになります。これは都合5回打ちます。はい、じゃあ行きます。2.73 セカンド 2.63 はい、サード 2.7 はい、コース 2.72はい、ラスト。ラスト 2.9 でした。初段勝負したんですけど失敗してしまいました。はい、以上です。はい、最後のステージは、稲妻になります。これは、今年のリミテッドから新たに追加された、ステージになります。ちょっと変則的な位置から、5回打つような形になります。では始めていきたいと思います。こういう感じになります。はい、行きます。パス 2.9 セカンド 3.43 はい、サード2.8 はい、サードバックコースか。うん、そう止まった。 3.53 やば。ラスト 2.8 ですか。はい、以上です。はい、以上のような、結果でした。タイムの方はね、こんな感じなんですけども、まあ、これいうのを、まあ、11月の、最終土日に、開催されますので、まあ、記録会を、このねバーソで行いますので、もし興味がある方おられましたらご参加よろしくお願いします。詳細はね、こちらの、下の方に書いておきますのでよろしくお願いいたします。それではまた。